今は昔、竹取の翁という者が竹やぶで大層可愛らしい女の子を見つけたそうな。その子はかぐやと名付けられ、すくすくと美しい姫に育ち、国中の男たちが結婚したいと集まってきたが、中でも大層熱心な五人の貴公子がおったそうな。馬竹取物語。さあ今回はパドックの映像からご覧いただこうと思います。まずは赤枠3番石造りの巫女、テンションの高い熱血キャラで爆発力を武器に常にレースのリーダーシップを取る走りを見せてくれます。お前と一緒に明日を見たいんだ。続きまして青枠4番倉持の巫女、包み込むような懐を持つお兄さんキャラで緻密な作戦でレースを組み立てていく能力は注目であります。君を愛することは予測できなかった。緑枠6番阿部の三好、筋骨隆々のパワー系キャラでたくましくも頼もしい腕っぷしと朴訥な誠実さが人気であります。いつどんな時でもお前を守る。代々枠7番大友のみゆき、愛嬌満点の弟キャラで小悪魔的な走りを展開していきます。僕がかぐやお姉ちゃんを幸せにするんだ。黒枠2番磯の神のマロタリ、魔性のミステリアスキャラで一度ハマると引きずり込まれる不思議な魅力を持っております。君を僕の中に閉じ込めたい。さあ同世代のライバルたちがかぐや姫の心を射止めるべくトップの座をかけてスタートするはずが、5人の貴公子が雷に打たれた。なんという不運。白枠1番かぐや姫とおっとベテラン世代の竹取の翁がなぜか走っておりますが、バナナの皮を踏んだ。おじいさん世代昭和の笑いであります。結婚を避けたいかぐや姫、これで逃げ切りか。いえ、後ろから木枠5番帝が上がってきました。帝王と言われた日の本の覇権を握ったその走りは他の追随を許しません。世の中には2種類のおのこしかおらぬ、マロかマロ以外か。メギ来た。おっと突然雨が降ってきた。20キロの十二人へに水が染み込んでものすごい重さになります。運にも見放されてしまったのかかぐや姫、なんと月の使いが帝を連れ去ろうとしております。どうやら連れ去る相手を間違えているようですが、ここでかぐや姫がトップに立った。もしかしてこのシリーズ初めて決着がつくのか。かぐや姫、月も味方につけ、一着でゴール。運も実力も兼ね備えて初めて勝利をつかめるんだな。めでたし。